めっちゃ眠い。なんか夢みたいで忘れた。起きた瞬間。あ、それ見てた。寝た。今日一瞬目覚めた。歯磨きしよう。結局は今日は晴れたみたいですね。ちょっと見せてあげましょう。あ、違う、これ見たら曇ってんな。若干曇ってるやん。さっき鬼晴れ言っててんけどな。沖縄の天気は変わりやすいって言うからな。勝手に決めないでください。プール見えるでしょうか。これ今プールいるんですけど、ほんま入りたいけどもう用意済んだからやめました。用意済んだ。用意済んだ。今と積んだじゃなくて用意済んだ。うわ、めっちゃ気持ちよさそうなあ。昨日とえらいちゃうな。日差しあんのとないの。でもプール付き合ったらよかったな、ホテル。これちょうどええんちゃう。寒いかな。水に入ったら寒いから。影になったら鬼寒さで。エアプロハウス。え、これの抜けたの。あ、こっちや。行ってないの。行ってないとこに来ました。行ってないと思ってたら昨日近くまで来てるっていう。今日も猫がいっぱい。でも怖い怖い。うん、ほんまに怖い。昨日と同じ猫いたと思ったら昨日と同じ猫やった。唐揚げ以上で。250円ですね。買いましたね。なんかどっかで食いたいな。車で食う。沖縄は天ぷららしいんで、2日目の朝食は天ぷらです。何から行く。こんな感じの。一個一個入ってんの。いや違う、これはもずくとイカかな。何から行く。もずく行く。はい、もずくちゃん。うん、うまい。今はそんな赤かくない。これカリカリです。うん、うまや。持っただけでわかる。うん、な、おいしい。うん、うまい。この食感好き。いや、これ50円は安いな。うん、おいしい。いや、もちもちちゃう。なんかエビ見た。見た。エビっていうよりなんかエビパンみたいな感じだったやろ。見た。シュリンクみたいな。で、これもちもちがいい生地の。これはイカ。うまっ。魚やった。あっ、でも美味しい。これ生地うまい。ほぼパンみたいな。うん、何の生地なんかわからんけど、小麦粉みたいな、多めみたいな。でも、え、うん、魚美味しい。イカに届いてへんけど、生地だけでも。え、届いてなかった。うん、あったか。うまいな。うん、帰りもう一回買おう。え、ていうか普通にもずくの天ぷら一ついけたわ。もう一回買う。何こすの。いいね、嫌い感じ。美味しい。朝活最高。ラスト唐揚げいくわ。うん、普通かな、こんな感じ。唐揚げは生地ちゃうな。なんか独特の味。なんかこれレモン、なんかスッとする。最悪。バジル。あ、バジルか。うん、そうやわ。食べた。うん、食べた。夫婦せんと食べた。バジル。いや、ちょうどいいわ、量は。そうね。中入る。ちょっと見てみよう。朝ご飯ごちそうさまでした。唐揚げ。あんちゃん、バナナもあるよ。ほんまに買っていい？俺は食わへんけど、買ったの。これと、そんな食えんの？いや、その一気に食べへん。小腹が空いてる。グミ感覚。ここはどこか分かりません。なんか商店街みたいな。オクラも美味しそう。めっちゃ可愛い。こうやって美味しいねんで。食べたことある？レンコンは好き。セアプロ。え、ここは波上宮。波上宮。波上宮というところで、今からお参りしたいと思います。めっちゃ沖縄っぽい、中も。うまい。神社の感じもいちいちいい感じやな。なんかちょっとヤシの木っぽい。めちゃめちゃ沖縄やん。いい感じやな。海見えますか。これは波上宮のなんか景色なんですけど、みんな入ってますね。なので僕らも入っていきたいと思います。う、今年というか今回初の海に来ましたんで。波の上海空公園。岩場やな。あそこなんかめっちゃ可愛くない。浜辺じゃない。どこ。ほら、この延長線じゃん。ここダイビングスクールや。ここダイビングだらけや。ダイバーだらけ。砂浜なかったな。思ってたんと違う。海見よう。濁ってるか濁ってへんか見るわ。沖縄の海はこんな感じです。じゃらー、濁ってますね。雨の後やから多分濁ってるわ。でも青いな。水やったら入ってんけどな。今日から晴れていくから、これだんだん海も綺麗になっていくと。まだちょっと雨の余韻があるから。さっきまで曇ってたし、そのせいや。晴れとるね。波上宮の横のなんか海岸の港のとこに来てるんですけど、風がすごくて。風すごすぎて何も聞こえ。波がすごくて、でも綺麗な写真を撮りたくてここに来たんですけど。綺麗ですか。あははは。普通にいい感じ。ヤシ越しでいいやん。
あ、これめちゃくちゃいいかも。ヤシの木がいいで。ボサボサそんなことやり。キリコ様。ええな。やっぱ沖縄やで。海はやっぱ沖縄ですわ。沖縄です。さっきのあの商店街が嘘みたい。じゃあ最高。これでこそ沖縄。どうですか。最高。風も最高。クローバー探そうか。はい、クローバーあと10分探してください。白爪草。四つ葉のクローバーって白爪草って言うんだね。そうなの。クローバーって白爪草って言う。ラスカルの歌で言ってた。ラスカルに合わせてくれて。絶対さ、クラゲに噛まれてる。で、そのボケない。そのボケ聞いたことないわ。これから使おう。川岸さんに。俺使うでたまに。カニに噛まれたって。めっちゃ良かったな。風も収まっていいけど。逆にな。いや、あの木が支えてくれたんじゃん。支えてた。風の通り道やったんじゃん。どうもありがとうございます。なんか、え、500円、うん、めっちゃ安い。オリオンビール。え、オリオン。おにぎり1個100円。醤油みたいに。醤油。醤脂。ジューシーな。あ、ジューシーか。シュリそば鬼安。はい、最強の沖縄そばいただきましょう。シュリそば。はい、いただきます。持てんの？え、持てる。ここ、フチフチ。おいしい。全然味ちゃうな。うん、昨日と。麺も全然ちゃう。おいしい。うん、これ何？なんか、辛いやつ？なんとかってやつ。めっちゃおいしい。マジで、うまい。麺なんか初めて食ったかも。だいたいチーズ出てない。うん、今食べて思ったことはさ、うん、7年前の記憶なんか当てにならんな。食べても分から思い出せる。ほんまに行った。ほんまに来た。この調子だと覚えてる。覚えてる。この入る感じも覚えてた。卵が入ってたりさ、生姜が入ってたりさ、うん、その辺はオリジナルなんだよな。え、卵なんか俺昨日初やった。見たこともない。やっぱけど、流行ってるとこってさ、安いな。うん、これから皆さん、これって何なの。これは、泡盛に唐辛子をつけたやつ。これグスって言って、おそばに入れる薬味ですね。いただきます。泡盛酒、めっちゃ酒の匂い。うまい。泡盛ですね。お二人さん、そういうものになります。変わった。何も変わってないけど、もうちょっとかけて。変わらん。生姜が勝つ。うまっ。おいしい。うん、よかった。うん、嘘。 お酒の味がする。ちょっとピリッとするかも。嘘。俺ソースはめっちゃこの早い。うん、ちゃんと噛んでる。噛んでへんの。喉越しですやん。麺も手作りかな。いや、市販ユニオンカツオ。うん、たぬき。セアープロ。沖縄の絶景スポット100人に聞いてみたの第1位のところに行きたいと思います。100人って少ない。やしやん。あんまりかもしれんで。保険持てんのこれ。ジャングルやん。ジャンゴはジャンゴ。めちゃめちゃジャングル。これなんかすごい。なんかちゃうな。え、こっちかな。ここ椅子あるけど。椅子って言ってんの。石やこの椅子。座ろうかな。うわ、めっちゃええな。あ、見て、あの屋根かわいいよな。うわ、沖縄やな。白坂じゃん。めっちゃ坂やし、合ってるかも。こっち、うん、あれか。あ、10分以内や。10分以内。いや、やさだ。のどかすぎやろ。めっちゃいいよ。うん、でもそれ飯がある。開いてない。なんかこの下も座っちゃう。ほら、ほんまや。あ、これか。なんか落ち着くな。てか逆にめっちゃ涼しい、ね、そうそう、風通しがいいしや、吹き抜けやし。ちょうどいい、アイス食いたいな。あ、自販あるわ。自販もなんか3品茶ぐらいしかないの。沖縄っぽい3品茶と同じ。ガバ、ガバ。あ、ガバパニ。ガバとパニのやつ。ガバ結構いるんちゃう。そうやん、いた。いい、いそうやけど。いや、いそう。わかんないし、いる雰囲気とか。沖縄どこもいそうやけど。案外街の中でもいるかな。一旦寝ようか。10分以内に済ましや。じゃあ、あと5分ぐらい寝れる。これってこれちゃう、うん、これがほんでサボテン。この店の。え、めっちゃでかいサボテンある。うん、売ってんのこれ。めっちゃ置物。これめっちゃでかいガジュマルだって。うん、ハイビスカスしおれたはるわ。下向いとる。今日さ、靴下履いてんからさ、ここにさ、日焼け止め塗った。その肩に日焼けになるって。日焼けにならんよ。日焼け止め塗ったんや。サンオイル塗ったやと思ってんの。めっちゃいいな。めっちゃ沖縄。沖縄感じちゃう。関西弁で言うと沖縄感じちゃう。はい、来いよ。気ぃつけや。足元気ぃつけて。カメラ撮ってる坂。後ろから人来てはる坂。こんにちは。こんにちは。むっちゃいい。すげえ。
石、なんていうものこれ、やめない、これを見てるということは私はこの世にいないんです。いや怖い映像変ねん。怖くない、悲しいやつや。上と下も分からへんな。温度どうですか。暑いけど20、え、人分でか、人分人のうんこじゃ。俺したっけこんな、昨日したやつや。でか、こんなでかうんこ見たことない。てか、さっきここ取ってたやんな。え、ほんまや。え、まあ、でも踏んだ後ないけど。危な、めっちゃでかうんこ踏みかけた。気づいてへんのもやばいな。ちゃー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 セアブロハウス。でかい。タコスオープン。パンパン。でかい。全然ちゃう昨日の。いただきずね。え、パリパリよ。はい、パリパリですか。もうずっと一口しか無理じゃん。上向いて食べなきゃ。これもちてかない。うわ、辛っ。激辛。え、このチリソースが辛かった。えぐい。トマトいける。車で食ったら車やばいことになるんですよ。うん、うん、辛い、うん、めっちゃ辛い。昨日より辛い。食べ方むずいねんけど。うん、3品。唇フリフリしてきた。生地全然ちゃうんだよ。一苦労やん。めっちゃ辛い。唇痛い。俺一口で行くわ、2個目。うん、無理かな。うん、もったいない。結構でかいな。うん、うん、めっちゃうまいけど。カレー何が正解なの、食い方。沖縄の人の食い方見てみたい。座って食べる。そこ、うん、これって三品茶飲んだことあったっけ。入るよ。今日ジャスミンティーやで。いや、まあ、うん、ジャスミンティーに似てるって言おうとしてる。ジャスミンティーやで。あ、そうなの。ほぼジャスミンっていう話何回もしてるけど、気になった時。うん、でも食べるのうまかった今頃。うん、汗が止まらん。ただやっと食べれたって感じですね。多分食べ方がむずいな。慣れへん。こらせん。やっとキングタコス食べれたと思った。辛さと食べづらさで、うん、もう京都人はタジタジでした。かなり、はあ、辛かったな。まだ唇ヒリヒリしてる。チンスコで口直しするわ。さっきお土産屋でもらったやつ。めっちゃくれはったな、チンスコ。シナモンじゃないけど、ニッカム。いや、なんかそれが多分、島五章。うまっ。てか、2個ぐらい食ったとこでさ、うん、全然腹いっぱいにならへんの。でも私、1個でいいと思った。今の大きさやったら。昨日ぐらいの大きさやったら2個ぐらいでいいけど。てか、むしろキャベツもトマトもめちゃでかかったな。レタス。いや、レタス。レタス。昨日も。いや、昨日レタスないよ。それ肉しか持ってなかった。あれ、肉だけ。うん、パプリカ。全然わからんかった。え、レタスなかったやろ。なかったっけ。俺入ってるもんや思って、入ってたと思う。食べ方下手やったら、また教えてください。上向いて食べるって。上向いてもう、こぼれるやろ、あれ絶対。上向いて噛んだ瞬間、残りのやつ、ポロポロっと打ってくるやろ。セアプロ。そう。はい、ルーローファン、シークワサージュース。カフェオレ。カフェラテいただきずね。何回言うねん今日。50回目か。おー、いいね。はい、乾杯。おい、社長か。エンダーの社長か。そのままのね、見てよ。いや、マジで甘みゼロだ。うん、ゼロんちゃう。はい、入れ入れ。無理。なんで酸っぱ。これ飲んだ私、よく酸っぱい。これでほんで牛乳なんか足らんかったら調節せえ。そうじゃなくても入れてくれてはるけどな。もう全部入れたら。うん、甘なった。ジュースなった。けどまだ苦い。甘いな、取ったらあかんて。カフェオレが言うな。見たことない、ルーフォー。ルーフォー。くいらん。ほんまにお腹空いてない。もうん、いらん。ちゃんと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 。ちゃんとない。異国。じゃあほんまにいらん。ごめんな、共有できんくて。もう帰ろ。帰り。2日目で帰ろ。思わないしな、おみんな。うざ。ハトなんで飛んでいったの。なんか連れが来た。連れ。ハトの連れが来た。今日ええ感じに食えてるわ。海も見れて。うん、何何何何。ハチ？ハエやろ。ハエにルーローファン食われたらシャレならんで。そうか。ガシじゃうまいじゃん。いらんねん、ほんまにいらんねん。もう帰ったらマジでリバウンドの勢い。帰ってからダイエットする。また一から。てかアップルジュースにしたよかった。何調子乗ったん。えら、沖縄来たし。普段飲まへんやんし。今日飲めるやろ。飲めるけどやな。そうそう、酒飲んだよかった。いいよ、言うて。酒飲んだよかった。ションビ。奄美大島行きたいの。なんで俺のこと思って言わせてあげたやん。言うだけじゃん、喋ってんねん。え、言ったし、次言おうと思って。会話やねん。え、バナナや、後ろ見て。え、あの緑のバナナさっき売ってたけど、あれ食えんの。あれは多分熟さなあかんのじゃん、あれから。そうか、料理用とかなんじゃん。え、けどちぎったらもうその緑、黄色にはならん。ちぎらへんのじゃん、そんな。売ってたやつ緑で。え、売れてくるの多分。ややこしい、売れてくる。売ってるやつは売れてくんねん。え、どっちの。だから料理用ちゃう、調理に使うやつ。何、例えば失敗。バナナ料理なんかないよ。なんかあるやん、アジアン料理みたいなね。
バナナなんか火通して温めて食べるみたいな今作りすぎやなあなあ、取りすぎ。私鳥あんま好きじゃん。スズメはええ。あ、だからスズメ来るようにしてあるやん。ご飯粒置いてあるやん。あ、ヤシハトも来たん。だからそこにもめっちゃご飯置いてあるやん。いや、来た方がよくない？なんで？雰囲気いらん。俺スズメはマジで好きやで。怖くはないねんけど怖い。うますぎ。でも景色いいで、こういうこの景色。あ、これ海沿いなんです。はい、寝かけとんな。俺一瞬起きたって今日忘れてたやんか。私のアラームで5分前に起きただけちゃう。今日腹無限やわ。私出てんねんけど。マジで、あ、すみか。食べとる食べとる。めっちゃ食うやん。うん、かわいすぎやん。一匹来たらめっちゃ食んな。米か、あれ。タイ米。あ、てかここタイ米じゃないな。うん、雑穀米やったさっき。日本米じゃなくて白米じゃなくて。じゃカフェオレちょっとちょうだい。おいしい。でも私牛乳入れすぎてお腹ピーピーになるからさ、塩梅が難しいね。これに牛乳入れたらまずシークワサオーレじゃん。やってみたら。なんかいいわ。今日何食目？4食目で。今日はこう一個一個細かく食ってた。一番太るらしいね。帰ったら80キロぐらいになったらどうしよう。飛行機乗れませんって言われたらどうしよう。いや乗れるやろ。太りすぎですって言われたらどうしよう。ちょっとこそちゃうねんから。やっぱ俺って海の人間やな。海が似合うくない？川？山？琵琶湖滋賀なん俺。もう食べてます、ごちそうさまでしたみたいな。はい、ここのカフェはこんな感じです。お腹がいっぱいになってもないですけど、とりあえずホテルに行きましょう。向かいましょう。おはようございます。バイバイ。バイバイ。三品茶ラテ、わらび餅入りみたいな。これ見て、わらび餅美味しいよ。マジで餅や。これチーズケーキ、ホワイトチョコチップ。お、うまい。両方期間限定にした。ちっちゃくなった。すげえ。名前忘れたけど沖縄パフェみたいな。とりあえず沖縄っぽいやつ。ペニーモヤ来た。やっと沖縄感じれた。チンスコ付き。あ、合う合う。うん、まやろうか。うん、まマジでうまい。次、塩チンスコ味やる。したちゃうわ、これ生クリーム。え、前も並んでたっけ、俺ら、チャタンで食った時。並んでない、私ら、閉店ギリギリに入ってた。そうや、チンスコ味うまいわ。で、これ京都にないってことだよ。砂糖きび味とか、紅芋味は。やっぱレギュラーしかないんちゃう、レギュラーメニュー。店がええ感じやわ。沖縄だらけやん、これ。だから沖縄ワンパフェやん。こく何枚。なんか下、多分これがチンスコ。俺今日牛乳飲みたいな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どっちもあんまんね。ダンボールみたい。レターセットやって。かわいい。これステッカーやって。買うのか買わないのかあなた次第です。本売ってるやん、うん、へぇ。セアープロ。はい、ホテルに到着。今日のホテルはアーシーマーシーインザシティ。名前はちょっと今わかんないですけど字で出てます。はい、まずここ洗面所ですね。洗濯機、乾燥機、はい、ドライヤー、はい、三面鏡ね。はい、ここに収納もあるし、はい、歯ブラシも置ける。はい、これ全部ある。洗剤ある。洗濯できます。はい、ここの一番のポイントね、はい、お風呂。めっちゃ綺麗。お風呂。ここのシャンプーがちょっと高級感がちゃいますね。あとここのミストね。ここミストをしたミストが出るらしいんで。以上です。ここまでです、このホテル。なわけないやん。トイレ綺麗やで。トイレめっちゃ普通。でもここに洗面所があるっていう。はい、次。なんせここの一番のなんでここにしたかっていうポイントはじゃん、キッチン。キッチンにも全部こう、このなんかこんなんもあるし、こんなんもで、換気扇もあるし、レンジもあるし、で、このじゃ炊飯器で、中にはティファールもある。はい、調理器具全部あります。はい、ここコップやら全部あります。で、ここはあの金庫はね、これちょっと大金があるんで、後でここに入れます。ここ、はい、パジャマ。はい、ここ、枕入れとくと。はい、ここ、カバン入れ。あ、そこ取る。早くそっちな。ダブル。え、じゃあね、これ入っちゃう。よし。今日は、キングサイズ2台になってます。これもちょっと選びたかった理由でもあるんですけど。はい、眠たくなったら押す。起きたくなったら押す。眠たくなったら押す。ほんでやで。びっくりすんで。空気清浄機。あ、まあ、ここは服かけるとこやねんけど。あんま服かけへんしね、俺。基本的に自分で置いてるから閉めときます。と今んとこちょっと普通やん。上見てえな。天井の扇風機、空気入れ替えるやつね。ラスト見ときや。オーシャンビュー、一斉のじゃ、ニトリビュー。どうですか。テラスになってるんですけど、ベンチも何もない、ただのテラスです、ね、あ、でも一応オーシャンビューじゃ、一応あの向こうに。あー、ニトリビューの方がええんちゃう。で、しかもサービスドリンクバー付き、泡盛飲み放題、サワー飲み放題、ハイボール飲み放題、ジュース飲み放題、全部込み。以上です。俺が組んできたパイナップル。パイナップルアンサー。パイナップルアンサー外れたら
今日で帰ることになります。いいよ。パイナップルシークワーサーでした。残念です。お帰りください。賞味合ってるやん。はい、乾杯。乾杯。はい、社長か。リクシルの社長か。ちゃんとコップもさ、氷のやつやってくれたかった。どういう意味？なんかバーテンダーって氷回すやんか、うん、それやってくれてた。あ、入れてくれはったんや。うん、バリうまい。何のハイボール？レモンサワー。沖縄言うたらレモンサワーやん。ええねええね。セアブロハウス。運転には慣れたようなんでね、一度聞いてみたいと思います。どうですか？いや、慣れたもんよ。早い。慣れたようなもんなんでって先に言われてんねんか。またまだ乗って2本ぐらいで。慣れすぎやろ。乗ったことあったわ。あんねや。ちなみに沖縄の道はこんな感じです。ちょっと今多いな、混んでんなこれ。宜野湾でーす。はい、ゴーゴー、レッツゴー、レッツゴー、ジョージー。何買う？新鮮系見に行く？野菜ワックかん？で、沖縄のサラダですね。ゴーヤサラダ。ひまみごと。あ、一個買おうよ。ソースも絶対これでよくない？え、早期は？食おうや。沖縄ザンマ。え、何これ？ただのアサリ。何それ？唐揚げにする。揚げ物する？え、けどな、サーターアンダギーの粉って売ってるらしい。あの、普通にスーパーで売ってるらしい。ローソンストアです。これは？ほら、でもご飯入ってんの？入ってない。食うか、焼くか、普通に、うん、え、でかでっか。なんなん、フーチャンプル。ラーメンより簡単やと思う、私的に。ほな、これ買おう。めっちゃあるやん。え、ほんまや、ほんま。そうやろ。でも結構重いな。うん、沖縄産味噌。え、黒いの見たことない。カップケーキ。沖縄産じゃない。いや、ちゃう。でもこの辺全部見たことない。岩手県産やな。あ、これ買う。うん、けどこれは売ってないんじゃん。セアプロ。ホテルの屋上で沖縄といえば泡盛でいきたいと思います。乾杯。はい、社長か。金秀の社長か。何それ？沖縄のスーパーの。おー、あ、うまい。何やこれ。焼酎とか。みずほってやつにした。結構うまい。あとティーズ。ここなんでみんな誰も使わんねやろ。あんま下でこれ。あ、飯は下なんだ、うん、めっちゃええ景色やん。やばすぎ。海見えてるやん。ドーム2個ぐらいあるけど。もっとあそこかな。緑のどれかやわ。ライブ行ったやつ。めっちゃ狭い会場やで。それ違うよ。前から2列目やった。唾かかるやん。浴びてたの。逆に銀テープ近すぎて取れへんみたいな。いや、当たり前みたいに言うけど銀テープ知らんし、ライブに使うのが銀テープ銀テープとか略されても銀テープ知らんし。結構余裕で飲める。飲みやすいの。なんだ、うまい。ちょっと芋に似てない？芋でいいやん。芋焼酎に似てる。今日も2日目終わってまうんか。今日もって2日目は1回しかないからな。やっぱ沖縄やわ。俺の先生沖縄やわ。多分そんな顔で。誰が薄いね。これめっちゃうまいな。美味しい。うん、クラッカー。なんかめっちゃ味してる。めっちゃ寒い。なんか寒なっていい。鳥肌やばい。これさん食べてみて。いろいろ覆されるから。え、なんか緑ね、チーズケーキのチーズみたいじゃん。え、チーズケーキちゃう。私さ、しょっぱいもんやと思って食べたから、って余ったなったからびっくりした。サンセットもほんまやったら見れた。6時ぐらいかな、サンセット。だって今7時やろ。時間変えとったの。変えとった。風が強い。わ、これ景色。海見えるかな。これ今7時ぐらいです。結構明るいかも。で、人は全然いない。全然人いい。なんで寝すの。京都より人少ない。まあ、正味俺沖縄で釣りしてみたいわ。大好きです。そのままその時そのまま食うわ。やばい。刺身以上やねんけど。その時にさばいて食うねん。さばさばはいらんよ。グルコン。俺青森行けるわ。前世沖縄確定。悪いな。前世北海道で。悪いな。そっちやいや、なんで冷たいの。全然。あれ、なんか待って。何？島じゃないけど、まっすぐ道になってる。森が。うまい。あんなとこ歩けんのかな。行くわ、さ行かん。行けよ一人で。なんで。あー、無理や。最後一気しよう。友情キー。友情キー。おい友情ゼロも。えい、でくやね。はい、今日の晩ご飯はキッチンを使って沖縄料理を食べたいと思います。で、買ったものは、はい、とりあえずソーキそば。はい、これ軟骨ソーキで、これだし。あとヤギ汁。これはね、食べたことないけど食べたかった。あとウムクジの天ぷら30円引き。はい、もずくの天ぷら30円引き。はい、ジューシー半額。で、あとこのなんちゃらポーク。以上でこれを食べていきます。とりあえず用意スタート。マンサンポークのランチョンミート。だからず猫の匂いですね。ぶっちゃする。今したわ。猫いいね。順調ですね。トースターあったらこれトースターでチンしてよかったんけどね。焼けてますね。うまいんちゃん。うまそう。なんて最終ヤギ汁に麺入れれんじゃん。ヤギ汁そば飽きたら。確かに全部買いに。何でつまんでんの。どういう詐欺かけ。さっきやれよ。全部入れんとこうと思って手放せよって思ってたんけど。開けれる。
味するこれ。味しへんかったら足したらいいんちゃう。こんな白いソースは見たことある。ういいんじゃない。沖縄といえばジーマミー豆腐。沖縄三昧出来上がりました。ジューシー。もずくの天ぷら。これ何やった、この紫のやつ。芋。スパム。で、これが伝説のヤギ汁ですね。で、これはアイちゃんお手製のソーキそば。いただきずね。きつね。ソーキそば行くわ。アイちゃんお手製の。怖っ、これ。うん。だしはどう？少ない。味する。伸びてるけど。美味しい。飲み物忘れた。はい、泡盛。ゆずチューハイ、乾杯。やばい、あーい。社長か。あ、ゆず。キングタコスの社長か。メキシコ。やってへんかった。うん、きた。うん、あれうまい。ん、なんかスパムよりうまそう。じゃ比べてないけど、スパムの時より、え、うまく感じる。ジマミこれ初めて食べた時、私これちょっと無理って思ったかも。え、どんなんの。ピーナッツの豆腐みたいな。え、ピーナッツ入ってんの。何でできてんの。ピーマン。ピーマン。ピーナッツ、ピーしか出てない。え、ピーナッツでできてんの。そう。あ、そうなんで、白いの。ピーナッツって言われた、うん、ピーナッツな気がした。いや、ピーナッツの味するくない。あ、めっちゃするやろ。後味めっちゃする。これなんとかの天ぷら。あ、やっぱり思った通りの味。絶対好き。500円どっち系。あー、え、紅芋やん。もちもちしてるってそうやつ。これやわ。買って帰りたい。名前ないと。ほんで、じゃあこれうむくじ天ぷら入れたらか。お願いします。ゲテモンやん。言うな。はい、どうぞ。ハリネズミ食べるみたい。これが沖縄のヤギ汁らしいです。とりあえず俺スープ飲むわ。え、とりあえず、うん、うん、飲んでみて。あー、全然ちょっと癖あるけど鼻つまで飲んだ方がいい。匂いはやばい。あ、全然匂いはやばい。匂いはほんまになんか腐ってる匂い。鼻つまで飲んだ方がいい。これ味はうまい。え、味せえへんやん、そんな。味は全然普通じゃない。飲めるけど、なんやろ、排水口の匂いする。何？噛んだ時いっちゃん排水口の匂いする。え、うまいねんけど、噛んだ途中に鼻。あ、え。ドロップアウト。そんな無理。NG。骨みたいなやつ食べた今。これ。あ、それ。これしか食ってへんまだ。何が無理だ。食感。食感なん。味じゃなくて。すべて。あかんわこれ私多分。え、うまいで。つけてない。このなんかハリネズミ食おう。うん、よかった、なんか3袋入りみたいな顔なんで。いや、ほんまに。頑張っていいよ。いやいや、俺は食うで。私が食べれへんし。うん。うん、ヤギ汁好き。そんなちょっと無理やば、高かった。なんかこれがいっちゃん高かったのよ。めっちゃ高かったの。700円。普通にうまいけど。何が美味しい。これも無理。これは牛もつやろ。いや、全部そうやろ。え、全部ちょっと、え、ちょ、ヤギの肉もあんじゃん。そうなの。え、ないの。どれがヤギ。じゃあ私食べたやつヤギなんかな。あ、この骨ヤギなんかな。かもしれん。あ、私は癖強い。だからかもしれん。これは口入れた瞬間無理やったん。レバー、レバー入ってるって書いてた、うん、めっちゃくせえ。こんなん言われたら怖くて食べれへんねんけど。ヤギ肉私食べれへんかったんや。お口直ししよう。チェイサー、うん、美味しい、うん、まい。めっちゃ肉余ってんで、これから絶対ウーマルコウ臭いな。もううんこでええやん。前回これができんかったからな。やる前に帰ったからな、台風で。ヤギの牛乳とかもちょっと癖あるって言うやん、確か。ちょっとぬるいわ。あ、温めたの。いやー、びっくりした。久々に口から物出した。またジンギスカンと話しちゃうな。全然ちゃう。ヤギと羊でこんなちゃうんやぐらい。名誉のにな。名誉のにな。結局お菓子買ってないな。触んでもいっぱいやな。いやいや、晩酌はヤギ汁が多くなぁ。おい、何すんの。何が。あー、海ぶどう食べたい。おー、買ってない。食べてないな。いや、なかった。あ、そう。こんな米はもう一口で半分いくから。べぇ。ヤギおった。うん、それがどうしたん。いや、同じことやってて。やってたらできんねん。できたらもうやってるわね。あ、逆。間違えた。やってたらできんねんってない。それやで。指さすな。それやで。痛い。鼻痛いわ、今の。爪刺さってる。いや、こうやっててんけど。刺さるわけないよ。こう来た後のここや。俺がこう行くから、これにか。それ自分が顔向けるか悪い。あ、やらんようにこうやってやすんやね。自分がこうやっていく、自分から爪に向かいに来てたんや。いや、それは向かいに。いや、こうやってやったから爪が立ったんや。なんだこいつ。できてたらやってる。じゃあソーキそばは食え。明日ソーキそばいらんしな。じゃ俺らアホやん。買いすぎやん。SDGs 精神が出てもって。割引ばっかり買ってばっかりで3つだけやけど。けど沖縄のものしか買ってないよね。だって今日は沖縄パーレイやから。エアコンがさ、こっち向いてるからさ、全部こう流れてきてる。ヤギ汁復活熱々バージョン。でも熱い方があったかく飲めるし美味しいんじゃん。それヤギのどこ。何これ、見たことない。どう、美味しい。早い。美味しい。うまい。よかったな。ヤギ汁の中身はこんな、なんかちょっとトロッとしてる。これ何、アジサイみたいなやつ。何、ハリネズミです。これが雑巾。違う、なんで雑巾。これハリネズミの図。これは何、何なんやろ。これ分かる人教えてください。何か分からんけど、とりあえず食ってます。
めちゃめちゃ時間かかったんですけど、美味しくいただきました。ヤギ汁もスープはちょっともう無理やけど、あと骨しかもないから全部俺愛ちゃん食べたの、ソーキそばだけ。じゃ天ぷらとジマミ豆腐食べた。ちょっとずつ。ほぼ俺、ほぼ俺やん。沖縄最高、ごちそうさまでした。はい、長く食うたな。まあまあまあ、いっぱいだいぶ。はい、ついでにもう晩酌いきます。今が晩酌やのにな。オリオンビールの麦職人初めて見た。これは発泡酒な。知って生って書いてる。発泡酒。え、生って書いてる。うん、発泡酒。どっちなん。はい、かん。あー、美味しい。オリオン飲みやすいの。炭酸きつ。そんな、もうめっちゃケツ感じてる。うまい。じゃあということで、今日も1日めちゃくちゃ食べた。1日目が雨で全然行けへんで買ったから、その分2日目はめちゃくちゃ行けたんで、2日目以上に3日目はめちゃくちゃ食べたいと思います。うーん、何その顔。軽蔑の目。明日も朝から頑張りたいと思います。今から風呂入って寝ましょう。とお風呂入る前にちょっと気づいたことが一つ。じゃん、アンパンマンアイス。これ見たことないでしょ。これ沖縄にしか売ってないんでね。これが食いたくてスーパーに。中身なんなん。チョコレート、あんこ。あんこなの。アンパンマンやったらあんこっぽくない。あ、ほんまや。チョコ、チョコレート。あ、違う。なんかけどココアって書いてある。あ、じゃあココアやろ。けどじゃない。味がちゃう。なんか食いたことある味する。なんかココナッツみたいな匂いしてんじゃん。あ、そう。ちょっと売れへん私。え、けどココナッツ入ってない。え、めっちゃ匂い。サンオイル。え、だからけどココナッツって、あ、サンオイル。サンオイルの匂い。サンオイルの匂いの味する。これ60円やから。1本って難しいらしいで。そうだ。え、1本釣りじゃない。え、そういう意味じゃなくて、食べれるか食べれへんかっていう判断みたいな。これは食べれへんグルクイン。グルクインやったっけ。なんかとりあえずこれ食べたら食中毒になるみたいなやつあるらしい。なんで知ってんの。なんかテレビでやった。グルクインにも種類があると。そう、グルクインやったっけ。そもそもおじさんやったっけ。なんか青い魚。とりあえずグルクインって赤ちゃうの。赤な。おじさんか。トントンやわ。赤と青です。今ハートと米出てきて戻ったから。戻るから。ありえへん。あのチャタン食べた時もさ、ソファーで食べた。